放送席そしてライオンズファンの皆様、お待たせしました、ヒーローインタビューです。今日のヒーロー、まずはお一人目、住谷銀次郎選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございました。まずは4回、チーム最初のタイムリー、しかも涌井投手からのタイムリーとなりました。振り返っていかがですか？先に3点取られて、で前回僕大宮で3三振してたんで、絶対打ちたいという気持ちで打ちました。その手応えいかがでしたか？まあ、抜けた瞬間、ヒットだと思ったんですけども、斉藤がよく走ってくれました。そして今日はリード面でもレイノルズ投手の来日初勝利を呼び込みました。心がけたことはどんなことですか？まあ、3点取られてしまったんですけど、何とか6回に逆転できてよかったです。キャッチャーとしての喜びも大きいんじゃないですか？そうですね、ずっとレイノルズ勝てずにいたんで、何とか今日は、勝たせてあげたいと思ってました。ライバルシリーズ、この勢いを乗せて明日へ向けて一言お願いします。明日には関係ないんですけども、ひちょりさんがパパになったんで、勝ってよかったです。ありがとうございました。おめでとうございます。チームメイト思いの一発でした。ありがとうございました。そしてもうお一人お迎えいたしましょう。来日初勝利となりました、グレイク・レイノルズ投手です。ナイスピッチングでした。ストレートとツーシームがうまく働いてくれて、ゴロが多く取れた自分のピッチングができたので、今日はいいピッチングができたと思います。5月1日以来の久しぶりの登板でしたけども、緊張などはありませんでしたか？No, I get excited. Never get nervous. I'm just excited to be out here and play. 緊張とかは一切せずに試合に臨むことができました。思い切って試合に臨むことができて、いい結果につながってよかったと思います。味方の素晴らしい守りもありましたよね。I gave up 3 runs and my team did a great job coming back and scoring from some runs after that. 3点は取られてしまいましたけど、その後に野手の皆さんが頑張ってくれて、逆転してくれたので本当に野手の皆さんに感謝しています。 And we also play great defense. 野手の皆さんの素晴らしい守備にも本当に感謝しています。改めて来日初勝利、そしてこのお立ち台いかがですか？This is very fun. I hope I get to do it a lot more. とても楽しんでいます。これからもっともっとこの場に上がれるように頑張っていきたいと思います。それでは応援してくださったファンの方に最後に日本語でメッセージをお願いします。ゴラテキラツイ、ナイスピッチングでした。レイノルズ投手でした。という今日のヒーロー、バッテリーの2人のお話でした。